はい、今日は11月9日、近海、今日は2件ですね。まずはポルトガルです。どのくらいあるんだろう。結構な量ありそうな気がするんですけども、50社。でもまた2時間しかないんですよ、これが。本当に短い。スペインもポルトガルもなんでこんな短いんだろうね。ちょっともうそろそろこういうの解放してほしいな。他のね、大きなその深海ではもうそういう時間枠全くないのに。とりあえず回れるだけ。そうですね、頑張って回りたいと思います。ではそれでは行っていきたいと思います。ポルトガルビーニョベルデ地方ですね。インポーター岸本さんの、はい、作り手さんがアントニオ・ロペス・リベイロさんの作る、ビーニョベルデ・ブランコ2019年のお値段が、2500円でした。はい、きました。岸本さんですね。ポルトガル今日飲んでみて、ポルトガルの金額って結構やっぱりまだ普通のワインに比べたら安いなと思いました。安いですね。まだ値上げがそこまでこう厳しくいってない感じがあって、本当にコスパはまだ本当にいいのがポルトガルだなっていうふうに思ったのと、まだ今後、まあね、円が、ね、強くなればね、もっとねこう買いやすくなるはず。これ2500円とは思えないです。これブドウの品種何なの。これローレイロ 100% です。ローレイロ、こんなにフルーティーで、なるほど、こうなっちゃう。美味しいよね。これついつい飲んじゃう。今後のこの岸本さんでのまた僕たちがやる定期便の、やっぱねこれね、酸もしっかりあってメロンっぽいというか、うん、なんか売り系、売り系のね代わりと、これね絶対ね定期便にもし、あの、岸本さんにお願いする時があれば絶対入れたいと思っております。終了の時間となります。あら、もうちょっと申し訳ございませんがテイスティングの方を、はい、ということでじゃあそこにポイントお願いします。2500円で35社からのスタートになりますので、最高です。なかなか最近厳しいような方、それではお願いします。申し訳ございませんがよろしくお願いします。はい、どうぞ。ポルトガル、こちらがミーニョ地方ですね。今度はあのビーニョベルと一緒かな。はい、インポーター木下インターナショナルさんのサーリュイロ、ペットナットアルバニーニョ2020で、もちろんアルバニーニョ 100% です。はい、お値段3000円ですね。もうね、ペットナット、まあこの、まあ言ってみれば、ちょっと弱、まあ、発泡っていう風な感じだと思ってもらえばいいんですけども、これがね、何がすごいかというとね、ちょっとね、甘くて綺麗なんですよ。僕ね、これね、こう、炭酸水を飲むかのようにギュギュッと飲んじゃう。大人の栄養ドリンク。本当にこれはいけるよね。キンキンに冷やしたやつをさ、これ、嫌いな人いるのかな。ね、これ、本当に大人のジュースだよね。うん、これ本当にさ、アペリティフとかにさ出された時にはさ、もうついついガンガンと飲んじゃうよね。美味しいってなりますね。しかも3000円ですよ。これ僕ね、ちょっとね、やっぱりいろんなところにご紹介したくなっちゃったもん。ラベルも綺麗だし。そう、雲のラベルが4種類、はい、あれがね、雲の形がね、4つね、違うやつがね、あるそうですので、それ全部ね、揃えてみるのもいいかもしれません。青空の下に飲みたいなって思います。シチュエーション、どんなところで飲みたいですか。やっぱり代々木公園ですかね。代々木公園でじゃあ飲みますか。じゃあちょっと手配しましょう。はい、はい、じゃあソムリンポイントお願いします。ソムリンポイントぴったり4点でどうでしょう。あ、いいと思います。なかなかの高得点。甘口のペットナッツ4点とかまず出ないはず。それは素晴らしいです。いや、ポルトガルぜひ飲んでください。はい、マデイラですね。マデイラと、ブランディさんの作るマデイラベルテーリョ1976年です、ね、お値段44,500円。ありがとうございます。いつもありがとうございます。もうやっぱりね、こうインボーダー木下インターナショナルさん、木下さんはね、やっぱりね、このポルトガルの重鎮でございます。もうポルトガルといえば木下さん、木下さんといえばポルトガルというふうに言っちゃいたい。
このねインポート、ちなみに木下さんのね有名どころのねワインだったら例えばね、ビゾとか、うん、あとすごいワインとか多いですよね。ジャックスロスとか、あのね、すごいねあのものも持ってらっしゃるんですけど、やっぱりポルトガルの印象も、ね、非常に強すぎる。で今回はね僕たちがやっぱりポルトガルでこう木下さんが扱ってらっしゃる3社あるんですけども、その中で一番好きなねブランディーズなんです。そのブランディーズのこのテランテス、一番ブドウの品種の中で一番最高品種って言われているものの、それもビネ76年、今まで76年のテランテスを出してもらったことなかったはず。これベルデールです。あれベルデールでした、はい、あテランテスじゃなんだ、テランテスじゃないです。あれテランテスはあのドリビエラのやつです。あすいませんでした、あこれはすいません失礼しました。これがベルデールよ。ベルデールです。あ申し訳ないです。でめちゃくちゃうまいです。うまいですね。なんかちょっと僕がもうなんかトークできなくなっちゃうね。でも本当にいやベルデールも本当に美味しい。この酸の立ち方、ベルデールっていうのはやっぱね、今さんたち申し上げたんですけど、テランテスマデイラテランテス1977年ですね。あ77年か。そちらは4万5千円で、ソムリエ向上 7.5 でした。おおすごい。あれもうまかったね。で今回はこの44,500円。44,500円。ベルデール1976年。でもねこれねブランディーズがねやっぱりうますぎるから、ブランディーズさんっていうね作りがすごいっていうのを考えてね、これは歴史を飲むんで吐き出すわけにはいかないなと思います。それ飲まなきゃいけないですよ。はいソムリエポイントお願いします。7.7 でどうでしょうか。いいと思います、いいと思います、いいと思います。本当にねあのどん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 ねやっぱりねこういうもんだね、飲んでほしい。なんかみんなねスティルワインばっかり飲みすぎ、まあ、スティルワインっていうか、まあ、普通のワインっていうか、この資生強化のマデイラとかこういう風なものをぜひ飲んでもらって、このすごさ、それこそこの前飲んだシェリーもすごかったしね、はい、まあ、どん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 、まあ、シェリー系好きですか、ね、大好きです。資生強化が大好きなんで、そういうところもぜひねやってもらえれば、ね、はい、いいと思います。何食いたい。あでもこれ結構食べ物いろいろ食べたくなるというか、なんだろうな、うん、何でも合いそう。甘さはあるんだけど複雑味がすごいし、はい、でもなんだかんだでもこのワインに負けないようなものにしなきゃいけないっていうのが、で、ね、肉でもでもいけますし、一回でも T ボンステーキ食ってみたいね、これにね。あ、そうです、うん、ちょっとなんかそういう風ながっつり熟成かけてるようなもうサシとか入ってない赤身がっつりの T ボンステーキ食ってみたいです。お願いします。はい終了でございます。また背景にねブラインド仲間たちがいますね、はい、本当にポルトガル勉強会、勉強会しましたねはいということで、まあ、今日はもうこれで終わりでございます。なかなかポルトガルさん強かったね。やっぱりでも2時間ぐらいは難しいですよ。短すぎる。ちょっともうそろそろ枠ねこうドコッとね時間制限とかやめていいんじゃないかと。木下さんをやるだけで1時間はねえちょっとここまでねなんか枠狭められると正直僕たちが他のいろんなインポートを試せなくなるという、なんかいろんなね既存のインポートさんだけでも手一杯のところが難しいですね。今後挑みました。なんかこういう風に時間で短くきなっちゃうと既存のところばっかりになって新しいお客さんの獲得もインポーターができなくなると思う。これね本当にやり方ね考え直した方がいいと思うのが僕たちの意見ですね。ということで今日は売りでございます。また明日もね多いです。3件は絶対あるので、じゃあまた頑張っていきましょう。また次回お会いしましょう。